皆様こんばんは。ここからは au スマートパスプレミアムとタイアップした特別番組、お天気キャスターの気になるあれこれをお届けします。改めましてウェザーニュースキャスターの時田瑞希です。よろしくお願いします。この番組では au スマートパスプレミアムのお得な情報をお届けしていきます。 au スマートパスプレミアムとは、エンタメ体験やショッピング割引など一つのサービスで楽しい、お得、安心を網羅した全てのスマホに対応した月額サービスです。 au ユーザー以外でもご加入できるお得なサービスとなっています。魅力的な au スマートパスプレミアムですが、聞いたことはあるけどどのようなサービスなのか詳しくわからないという方のために、私たちキャスターが今気になることや流行りのスポットに行き、 au スマートパスプレミアムの使わないともったいない魅力的な特典やお得なサービスをご紹介していきます。今回はこちら、 KDDI が主催するイベント、音楽と移行をご紹介していきます。音楽と移行とは、日本各地にある素敵な場所で特別な音楽ライブををテーマに、音楽ファンと開催地域をつなぎ、音楽と通信の力で日本各地の魅力を発信していくイベントです。今回参加されるアーティストは、ライブ、フェスなどを中心に活動しているこちらのフォーリミテッドサザビーズさんと、今年で解散を宣言している楽器を持たないパンクバンド、ビッシュさんの2組のアーティストが参加するとのことです。こちらのアーティストさん、好きな方も多いんではないでしょうか。2回にわたってお届けしているんですが、1回目はフォーリミテッドサザビーズさんがライブを行う沖縄をご紹介しました。ご覧いただけましたでしょうか。アイリンさんが沖縄に行っている VTR、 ご覧になった方も多いかもしれません。まだ申し込みできますので、ぜひご参加ください。そして2回目となる今回は、ビッシュがライブを行う福岡県福津市をご紹介していきたいと思います。夢に向かう光の道をテーマに、何事にも打ち勝つ開運の神として知られる福岡県の宮地岳神社で、ビッシュのライブが行われるそうです。一体どんな場所なんでしょうか。今回はそんなビッシュがライブを行う福岡に、なんと大島リノンキャスターが現地を取材してきたそうです。早速ご覧いただきましょう。 VTR どうぞ。皆さん、ウェザーニュースキャスターの大島リノンです。お天気キャスターの気になるあれこれ第7弾、今回は私大島リノンが盛り上げていきたいと思います。なぜ私が福岡まで来ているかというと、実は KDDI が主催するオンラインライブ音楽と行こうの開催地がこちら福岡県福津市ということで、今回は福岡までやってきました。オンラインライブが行われる宮地岳神社、あちらに見えるのが分かりますでしょうか。宮地岳神社をご紹介する前に、まずは福津市のおすすめスポットをご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。宮地岳神社近くにある艶崎までやってきました。こちらは艶崎宣言と呼ばれているそうで、江戸時代から昭和初期頃まで行われていた塩田の積み出し港として大いに栄え、そのにぎわいぶりから艶崎宣言と呼ばれるようになったそうです。今回は特別に光の道 DMO 福津事業本部の中村さんにご紹介いただき、散策していきたいと思います。中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速行ってきます。こちらの方に。はい、大島さん、こちら愛の家というところなんですよ。はいはい、実はこのお家築120年。120年、はい、すごいですね。すごいですよね。せっかくなんで中に入ってみましょうか。いいですか。はい、嬉しいです。それではお邪魔します。
失礼します。こんにちは。こんにちは。ウェザーニュースキャスターの大島里奈と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこちらすごいですね。ひな祭りということでおひな様がたくさん飾ってありますけども、うん、こちらはいつ頃のものになるんでしょうか。一番のご自慢、真正面、うん、真正面、こちら明治45年。明治45年明治の最後の最後。明治はね、45年7月までしかないけど、うん、これ3月ギリギリです、はい、でも立派ですし、こう趣がありますね。大島さん、次はこちらなんですけれども、うん、はい、筑前つや咲き人形工房さんというところです。つや咲き人形、はい、つや咲き人形っていう可愛いお人形があるので、なるほど、はい、ぜひ入ってみてください。見てみましょうか、はい、楽しみ。どんな人形なんでしょう。失礼します。こんにちは。はじめまして、ウェザーニュースキャスターの大島里奈と申します。よろしくお願いします。こちらつや咲き人形がこれってことになるんですかね。そうです、そうです。つや咲き人形はどういった特徴があるんでしょうか。そうですね、まあ、全部素焼きの土人形なんですけど、この上に絵の具を乗せて色が鮮やかな、あ、確かに。あと2枚の型で作るので形が素朴で丸っこい特徴があります。こちら一番目立つところにもま笛って書いてありますけども、はい、こちらは何でしょうか。これがフクロウの笛で、まあ、フクロウっていうのは縁起物なので、うんうん、いった開運の意味だったりとか、あと宮地焼神社にもフクロウの由来の伝説があったり、それぞれ昔から愛されているフクロウの笛。なるほど、可愛らしい。笛っていうことは実際に音を鳴らすこともできるんですか、はい、ちゃんと吹けば方法とか、ね、なるんですね。じゃあ私も実際に試してみてもよろしいでしょうか、はい、じゃあぜひこちらで、あ、選んで。じゃあこれ一つ一つ素焼きして絵付けを手でしているということで、ちょっとずつお顔が違ったりするんですかね。そうですね、うん、その時 の筆によって目の大きさだったり、うんうん、ちょっと印象が変わったりする。なるほど、選んでます。じゃあちょっと選んでいこうかな。確かにちょっとずつお顔が違ったり、あとは頭の丸みとかも意外と一つずつ違いますね。ゆっくりなので、まあ、その時の筆の筆具合だったり、まあ、作る時の、ね、うんうん、量だったり、ちょっとずつ変わる。かわいい。どれにしようかな。じゃあこの子で、はい、ありがとうございます。かわいい。軽く手をつけて拭いてもらったら、うん、そう、なるほど、できるかな。こんな感じでね。お、確かにホーホーっていう音が響いてますね。素敵、フクロウだからホーホーということで、これ吹くと縁起がいいということになるんですね。あ、なるほど、開運ということでね、いいですね。とっても可愛いです。大島さん、はい、こちらは福津でとっても人気のあるお寿司屋さんなんですよ。寿司屋さん、はい、眺めがとってもいいのでぜひ入ってみましょう。楽しみですね。行きましょう。ようこそ、いらっしゃいませ。失礼します。どうぞ。本日はありがとうございます。こちらがメニューとなっております。ありがとうございます。わあ、いろいろある。何にしようかな。今日はせっかくなので、この光の道コースをお願いします。はい、かしこまりました。光の道コースですね。承知いたしました。ありがとうございます。どんな料理が届くのか、とっても楽しみです。はい、失礼いたします。アナゴですね。ありがとうございます。地元で食べたアナゴです。すごい。そのままで召し上がってください。はい、わかりました。いただきます。
ただきます。とっても美味しいです。はい、お待たせいたしました。すごい、タイの荒炊きですね。はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。すごい立派ですね。じゃあいただきます。美味しそう。美味しいです。とっても美味しい。こちら宮地岳神社までやってきました。先ほどあちら向こう側に見えます海の方にいたんですけども、そちらからはここ宮地岳神社が見えますかとお伺いしておりました。今はですね、ここを上がってきて到着したということです。こちらの宮地岳神社は何事にも打ち勝つ開運の神として知られているそうです。そしてこちらが光の道です。今回はビッシュさんがここ宮地岳神社で夢に向かう光の道をテーマにオンラインライブを行うそうです。楽しみですね。そしてビッシュさんのコメント映像をご覧ください。どうも、私たちビッシュです。この度 KDDI さんが主催するオンラインワンマンライブ企画音楽と意向に出演することになりました。ありがとうございます。この音楽と意向という企画は日本各地の魅力あふれる場所からライブはもちろんその地域の魅力も一緒にお届けしようという特別な配信ライブ企画になっております。うん、そして今回私たちがライブを行うのは福岡県福津市にある宮地岳神社になります。楽しみ。やった。なぜ宮地岳神社でライブするのかというと、私たちビッシュは先日発表させていただきました通りで、結成当初からの夢であった東京ドーム公演が決定しました。ありがとうございます。そこで今回この音楽と行こうのライブテーマを夢に向かう光の道として、何事にも打ち勝つ開運の神として知られる宮地岳神社を舞台に、ライブを通じて私たちの夢と一緒に日本全国の皆さんと夢の実現を祈願したいと思っております。神社という素敵な場所で神様に感謝しながら、私たちもパワーを吸収して人間パワースポットになって東京ドームライブできるようにいきたいと思います。ライブは3月26日日曜日に配信ライブとして行われます。この日にしかできない特別なライブを行いますので、ぜひ皆さん見てくださいね。それでは3月26日ライブでお会いしましょう。以上、私たちビッシュでした。楽しみですね。今回のビッシュさんのオンラインライブは3月26日19時30分から配信予定です。何事にも打ち勝つ開運の神として知られる宮地岳神社で行われるオンラインライブをぜひご覧ください。私も楽しみにしています。今回 KDDI が主催するオンラインライブ音楽と行こうですが、 au スマートパスプレミアム会員の方なら通常価格より500円安く見ることができるんです。お得ですよね。詳しくは特集ページをご確認ください。今回ご紹介した福津市ですが、博多からもアクセスが良く、レトロな街並みや伝統ある神社など見どころ満載です。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。それではスタジオにお返しします。はい、スタジオに戻ってまいりました。大島リノンキャスターが福岡県福津市まで行ってきたということで、私は福岡出身ではあるんですけれども福津市には行ったことなかったんですよね。この VTR で魅力が存分に伝わってきました。楽しそうでしたね。記事からもお写真見ることができるんですけれども、いろいろこちらはひな人形で、笛、つや咲き人形という笛を吹いてましたね。本当に笛の音ってこうピーとかピューっていうイメージだったんですけど、ほーっていう鳥の鳴き声、フクロウの鳴き声が再現されていて、こんな笛があるんだなと感動して見ておりました。開運を
呼び寄せるということで、あ、こちらは海が見えるお寿司屋さんですね。海を見ながらオーシャンビューを楽しみながらお寿司食べるって最高ですね。お寿司もあのタイのアラダキ、うん、あれも美味しそうでしたね。その他にもいろいろな場所に行っていましたけれども、あ、こちら、ここは有名な場所ですよね。光の道っていう風にも言われていまして、夕日がこう一直線に道の向こうに見えるっていう絶景が見られる場所なんですけれども、宮地岳神社、ちょうどね夕日も見られる時期に行ってきたということで神々しいお写真になっております。そんな神々しい場所でなんとビッシュさんがライブを行うそうですね。絶景景色も楽しみながらパワーを感じながら音楽も楽しめるライブ、いいですね。ぜひこちらの特集ページもチェックしてみてください。そして今回使用した音楽と以降の特典情報を改めて確認していきましょう。こちらをご覧ください。日本各地の特別な場所からお届けするライブ、音楽と以降のオンラインライブ視聴チケットを au スマートパスプレミアム会員向けに500円割引で販売しています。2023年3月21日20時からフォーリミテッドサザビーズ、2023年3月26日19時30分からビッシュが特別ライブを行う予定です。では au スマートパスプレミアムもご紹介していきましょう。エンタメ体験やショッピング割引など映像、音楽、雑誌などのエンタメが充実、お得な特典が盛りだくさん。 au スマートパスプレミアムは月額548円で au ユーザー以外の方も使えるサービスです。今後も私たちウェザーニュースキャスターが au スマートパスプレミアムのサービスの魅力を皆様にお届けしていければと思います。大島キャスター、ありがとうございました。ぜひ特集記事からはこちらの映像が見られますので、ぜひ au スマートパスプレミアムのサイトからご視聴ください。次回4月26日水曜日にオンエアとなります。またお得なあれこれをご紹介していければと思います。 au スマートパスプレミアムを使って毎日にワクワクを。次回もお楽しみに。